日本兵庫県、三木市、大村大村は、兵庫県三木市の大和旧美濃郡久留美村大技大村。旧美濃郡三木町大技大村。郵便番号は673-0404。谷大前の墓から地内の町並みを望む神戸、電鉄青線の大村駅周辺の町並み大村に、ある、新興住宅地三木市久留美地区の西側に位置し、 美ノ川下流右岸の張間平野の一部、山陽自動車道三木小野インターチェンジから国道175号を南側に500メートルの場所に位置している。北側の丘陵地は小野市と接している。大村一丁目の住居表示実施区域と未実施区域が混在する。三木市中心部の西側の玄関口として機能している。第二次世界大戦後に、 神戸電鉄青線大村駅が開業すると、宅地開発が進み、南側は金物卸売団地になったが、1974年頃までは農業地帯として残されていた。1974年頃から大規模な店舗が進出すると、三木市街地の西側にあり、市街地に近接していることから、徐々に市街化が進み、店舗が増加した。 さらには1996年に山陽自動車道三木尾のインターチェンジが開通すると近くにあることから高立地になり店舗がさらに増えた三木市の都市計画により玄関口として大村商業拠点として開発され主に三木尾のインターチェンジ兵庫県道360号消防時三木停車場線を各に商業施設が進出している東側は平田西側は 別所町近道、鳥町、南側は別所町公木、北側は小野市、柏山町、匠台と接する。飛び地として、山陽自動車道三木サービスエリアのぼり線がある、美能川下流から北側に位置している。三木市の都市計画により、大村商業拠点として機能しており、一丁目を新設した。付込などの商業施設、 毎度大きに食堂などの飲食施設が進出し、住宅開発が行われている。南側はもともと農業地帯であったが、三木市の都市計画により、大村商業拠点に該当しており、現在は、イオン三木店などの商業施設が進出している。三木金物卸売団地が立地し、兵庫県道360号消防時、三木停車場線の沿線には、イオン三木店などの商業施設が立地している。 中央部は古くからの住宅地と農地であり、谷大前の墓、神戸電鉄青瀬大村駅、大村病院が立地している。西側は国道175号と兵庫県道3 6五号、消防時未規停車上線の交点に位置しており、三木市の中心部の西側の玄関口として機能している。大村駅から山陽自動車道から南側は平野部であり、 農地と住宅地が混在している。山陽自動車道から北側は、小野市との境界になっている。山地である。谷間に、金剛寺谷川が流れており、農業地帯である。また、金剛寺が立地している。三木サービスエリアのり線もこちらである。江戸時代初頭には、姫路半領であったが、1617年からは、赤市半領である。 三木地区の西側の農業地帯として発展していた。古くから明けており、現在の鳥町と合わせて大和村と呼ばれていたが、村の規模が大きくなったことから、西側を鳥町に東側を大村へと分割された。ただし、美濃郡市では白鳥の社と呼ばれていた。由来は不明であるが、大きな村ではないことは確かである。三木市立平田小学校三木市の都市計画によって、 計画された大村商業拠点の商業施設群、大村商業拠点の町並み三木市の都市計画により、大村商業拠点として開発され、商業施設が進出している。1974年頃に大規模な店舗が当地に進出したのを機に、農業地帯から商業地帯として発展している。商店が集中している場所は主に三木尾のインターチェンジ。 兵庫県道360号消防時、三木停車場線の沿線に立地している。神戸電鉄青瀬大村駅などの公共交通機関からは離れており、国道175号線沿いに近く、自家用車で来店することを前提に、三木市、周辺の自治体を証券とする目的で進出している。ありがとうございます。